宮城県における花競馬では宮城県で開催された花競馬の歴史ついて記述する。花競馬とは19世紀末頃から20世紀中頃の間に行われていた草競馬を指す。目的は神社奉納や町おこしであることが多かった。 花競馬は宮城県に限らず日本各地の自治体で開催されており宮城県では特に県北方面で盛んであったその期限と終焉を特定することは難しいが宮城県で記録が見られるようになるのは明治20年代頃逆に記録が見られなくなるのは昭和30年頃であるこの明治20年代昭和30年代の間に宮城県では実に 延べ20カ所を超える地域で花競馬が開催されていた。多くは神社や町の広場を使っての開催であったが、中には常設の競馬場を有しているところもあった。機場の技術は残されたわずかな写真資料にモンキーのりで機場している機種が写されていることからかなり高いレベルにあったと推認される。入着の対価は賞金や商品であった。馬券発売については、 あくまでも指摘団体が開催する競馬であるため認められなかった。当時は娯楽が少なかったこともあって数万人の人手を集めることもあったが開催の是非がその年の豊作協作等に大きく左右されると不安定であった。また当時の公認競馬を開催していた宮城県産馬畜産組合が残した自責書 宮城県三倍洋欄には若干の補助金を出して花競馬を助成していたとある。以下は記録に見られる宮城県家競馬の一覧である。記録に残らなかったものや未発見のものも含めるとその数はさらに多くなる。1889年5月、仙台の青葉神社総研の門前南東に開場された仙台競馬場は 青葉神社の祭礼に合わせて、競馬開催を行っていたが、主催は、仙台競馬会社であり、競馬の見物量を収入源とした、法人工業であり花競馬とは趣をことにしていた。しかし、その事業が失敗に終わると1892年からは、神社奉納のために競馬が行われるようになり、1895年には、奉納臨時競馬事務所が設立された。 仙台競馬場の明確な終演時期は未特定であるが、遅くとも仙台宮城の原競馬場で競馬が開催され、公認競馬が芽吹いた1911年にはすでに閉鎖されていたと考えるのが妥当であろう。東央競馬場の跡地には、1922年10月6日に仙台軌道、通り場駅が設置された。石巻市によれば、1913年に、 ワニ山の傾斜地において花競馬が行われ、金村からのオーバーや引き馬の出場があったという。1915年には、押シ郡蛇田村に、石巻競馬場が設置され、花競馬の他にも宮城県三馬畜産組合による、公式競馬も行われるようになった。1918年9月2日付河北新報には、物羽郡、鹿野又村四谷青年会主催のもと、 8月26日に、カノマタ村梅木八において、競馬会を開催し3004名の正解を提示したと、ある。また、1931年9月5日付、河北新報には、カノマタ村あざそう派の神ブラック競馬会が、村内の北上川下半の広場で近日花競馬を開催するために準備中であるとの記事が見られる。1924年5月2日付河北新報には、 物う郡前八村の孫社、竜の口神社の春季霊祭が4月29日に行われ、それに合わせて、社前のエ江川下ー河畔にある田村が現場場において、奉納競馬大会を開催したとある。本年が30周年であるとの記述があるため期限は1894年にまで遡ることができる。また、1930年5月14日付、河北新報記事によると、 田村が現場場は臨時競馬場であり、この程度の施設では、機種や監修も満足できないので、多額の予算を投じて、大競馬場として一新し、来る5月20日に記念競馬大会の挙行を計画している旨が報じられている。1925年5月1日付、河北新報には、岩ヶ崎競馬会が、宮城県産馬畜産組合の補助を受け、5月10日に、 栗原郡岩ヶ崎町の岩ヶ崎競馬場において花競馬を開催する予定であるとの記事がある。この時の観覧料は大人が15銭、小人5銭であった。なお、岩ヶ崎競馬場では1924年10月、1926年5月、そして1927年5月に宮城県産馬畜産組合による公式競馬も行われている。 昭和初期の鹿間一帯の館内地図。中央に見える、楕円形の円が鹿間競馬場と思われる。鹿間調子によると、大正末期から昭和初期にかけて、上郡鹿間村切れ付けにある、種馬所構内の鹿間競馬場で桜の花が咲く、頃に花競馬を行ったとある。また、鹿間文化財愛好会が発行した鹿間の語り草によると、 鹿間競馬場は一周2000メートル、走路幅25メートル、3日間で、延べ1万人を集めたという。昭和初期の鹿間村一帯の館内図には、切れ付け付近に大きな大円形が描かれており、これが鹿間競馬場と思われる。鹿間競馬場では1924年5月、1925年5月、1926年5月、1927年4月に、 宮城県産馬畜産組合による公式競馬が行われている。1929年11月20日付の河北新報には、11月17日午前10時より、元吉郡新月村の新江門源で新月村競馬大会が開催され、出走等数は少なく競争は5レースしかなかった。ものの、元吉郡気仙沼町方面よりの人出が多く、8004人が集まったとある。 大谷村の花競馬。昭和5年4月14日付河北新報に掲載された写真1930年4月14日付河北新報には大谷村花競馬の写真が掲載されている。初日の賑わい人あるので連日の開催であったようだ。1930年4月28日の河北新報には東塩釜停留所場,場において 塩釜畜産奨励会主催の春季競馬大会が4月26日から4月28日の間行われているとの記事がある。26日の人出は1000人、28日は優勝競争があるので、人出はさらに増える見込みであると報じられている。小股の町の物語には、1930年9月25日付の河北新報に、 志田郡鹿島大村の習近へ競馬大会が11月1日、2日に、鎌巻、ナルセグラウンドで開催される見込みとの記事があると、記述されている。小型の花競馬を伝える記事。昭和6年9月6日付、河北新報小型競馬場の馬券売り場で働いていた、経験を持つ安西貞夫が表した、小型の町、須山公園の東側の広場は一周400メートルの馬場、ばば、 中根比の南側の桜丘を観覧席とした。賞金はなく、地元商店から協産寄贈された種類や鍋、釜といった商品が出されたという。観客は2000人ほどであった。また、1931年9月6日付の河北新報には、東田軍牛場所組合主催主催で9月12日、13日の2日間、須山公園広場で、 花競馬を開催するとの記事がある。賞金総額300円その他商品、出場場約150頭、様式は正式な競馬に準ずる、入場券は20銭。女流騎手の参加があると記述されている。この須山公園での花競馬が、1932年の小五田競馬場誘致の布石となったとのことである。また、競馬は小五田町の地主、斉藤誠奈々、 沼津秀夫らが中心になって主催され、数回行われたに過ぎなかったが、駅前西南部の二十歳を会場に当て盛んな人手で、にぎわったとされる。1931年9月9日付、河北新報記事には、東大具街馬会が、枠屋町内のエアイガー沿岸の馬場用地を聖地の上、9月15日の、県社、黄金山の神社祭典の際に花競馬を挙行する、予定との記述がある。 この開催には、米国で花形女性騎手として名高いという枠屋出身の鎌田女流騎手が参加すると報じられている。この競馬がよほどの大盛況に終わったのか、早速翌10月には枠屋町上谷地に一周800メートルの競馬場が建設され、11月1日から3日間に東北6県と北海道より出走馬を募り、大競馬会が開催されることとなった。 この開催は、賞金総額が1000円と、花競馬としては破格のものであった。出走馬136頭の中には、山形の昇竜、青森の、第3イルランド、グレース、福島の伊見、北海道のオーシャン、宮城のナルコ、ヤングマン、第2玉鶴、第8温泉、ミスホンビーム、松の井といった各地で、優勝経験もある名馬が集まると報じられている。これは、 花競馬としては、かなりのレベルの高さであり、1月前の10月上旬に、石巻競馬場で開催された公式競馬で、開催1日目の第10レースを第8温泉が優勝し、開催2日目の第9レースをミスホンビーム、第10レースをナルコー、第11レースをヤングマンがそれぞれ優勝し、開催3日目の11レース内国サンバ優勝決定競争では、 小流が優勝していることが確認されている。開催結果を報道する記事は見当たらない。なお、小保田の町の物語には、枠屋で上記の競馬会が開催されたのは、昭和5年11月であると記述されているが、それは、著者が河北新報の記事の日付を誤認したことによる誤りである。他、1932年4月30日の河北新報記事に、 5月1日に、枠屋大橋家の東大馬会長馬場にて、枠屋神社法の尾下競馬を行う予定であるとの記述がある。河北新報に掲載された昭和8年4月17日の、留町競馬会の後継。第三競争の発想前のものである。特筆すべきは、騎手がモンキー乗りをするためにぶ見川を短くしていることで、ある。1933年4月19日付の、 河北新報には、留町記事田原の幼子馬運動場にて4月17日と18日に、第1回目となる、競馬会が開催され、相当な賑わいを呈したとある。昭和9年4月30日の河北新報に、掲載された、気仙沼春競馬の写真1934年4月30日付の、河北新報には、4月28日に、 元吉郡気仙沼町の中南言原競馬場で第1回目となる競馬が開催されたとある。午前8時の会場と同時に観客が詰めかけ、第1競争発送時刻の10時には場内は満員であったという。数千人の監修が集まったとある。昭和9年4月30日の河北新報に掲載された若柳町花競馬の写真若柳町氏によれば、 明治41年98月12日、北新神社の祭礼に合わせて競馬が開催され、372頭、出馬3万人の見物人を集めたとある。競馬場はコース幅約11メートル、距離約650メートルだったという。1934年4月30日付の下北新報には4月28日に、 若柳北新愛馬会の幼いゴマ運動場が落成した記念に花競馬大会を同様ゴマ運動場で行ったとある。参加党数は25党、晴天に恵まれて1万人の観衆が訪れたという。また、若柳長子には1948年に競馬協会が発足したとある。現存する若柳競馬協会参考書類綴りには、 昭和23年10月31日付競馬、開催要領として、戦争によって中止していた、東町自慢の花競馬を復活させ、明朗なスポーツ精神を喚起するための、復活開催との胸が歌い込まれ、年2回以上の開催を目指すとされた。競馬場は、栗原郡若柳町わざ片町に設置された。この開催が、継続的か、断続的か、 またいつまで続いていたのかはわからないが、少なくとも、1957年春季に若柳春、競馬が開催されたことを示す資料が現存する。若柳競馬協会参考書類綴りに、1949年4月24日に、留郡競馬会主催で、佐沼競馬を大網の地で開催するとある。昭和20年4月の仙台市街地図に、表記されている。 高砂小村ガモウの競馬場。競馬開催の記録は見つからないが、1945年4月の仙台市街地図の加盟付近に競馬場が表記されている。一周は800メートル程度、同じ地図に描かれている仙台競馬場が通常の線で描かれているのに対し、ガモウの競馬場は点線で描く。仙台宮城野原競馬場が廃止になった後、 公式競馬を行う競馬場の設置を高砂村加茂で検討しているとの記事が河北新報に報じられている。また、当時の公式競馬を行っていた団体である宮城県産馬畜産組合が残した自席書にも加茂で花競馬が行われていたことが記述されている。その後、1951年の地図にも競馬場の表記がされている。 当時の公式競馬を行っていた団体である宮城県三場畜産組合が残した自席書宮城県三場洋欄に花競馬を行っていたとの記述がある地区には以下のようなものがある。ありがとうございます。